牛乳パックの底からここの折り目までは約20センチです。真ん中の10センチあたりで切ってみましょう。こういう面よりもこの字を書いている面の方が切りやすいんです。ちょっと測ってみますね。ちょうど10センチ、ちょうど真ん中あたりはここですね。このあたり、この種別名、種別名称というあたり、ここで線を引きます。で、これを切るときには牛乳パックをこんな風に押しつぶしてください。そして押しつぶした状態でこの線を真ん中まで切ります。これで2箇所切れました。これをペッコンとこう内側に折り込みます。そしてこの部分を切った線に沿って切れば、下から同じ長さにまっすぐに切ることができます。